こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の春のアウターはこの3枚だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあファッションアイテムにも本当に様々なものがあるんですね。アウターがあってトップスがあってそしてボトムスがあって小物があると。まあざっくり言うとこんな感じなんですがまあその中でも結構目立つのが一番外側に位置していてなおかつ上半身のアイテムなんですね。まあ僕自身も今ですね皆さんに見ていただいているわけなんですがやはり一番上に来ているこのアウターって結構目立つ存在なので まこういったところには、ある程度ですね、投資をしたいだとか、ポイントを置いた方が、僕はいいかなと思ってるんですね。まあ、そういった意味で、今回ご紹介する、大人の春アウター、めちゃくちゃ重要度が高いので、まあ、ぜひ今回はですね、なるべくシンプルに、3枚に絞り込んで、皆さんにおすすめをご紹介したいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあ、正直ですね、今回ご紹介する3枚、全部持つ必要はないかなと思います。皆さんのライフスタイルだとか、 好みに合わせて、この3枚の中から2枚持っておけば僕は十分かなと思うんですね。ですので、ぜひ気に入ったものがあったらコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、ここからですね、具体的に大人におすすめの春アウター、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、 やはり一着目、もう皆さんもご存知だと思うんですが、これだけは欠かせないなというのがですね、今着てるようなステンカラーコートですとか、ちょっとロング丈のですね、アウターですね。まあ、このようなものは大人の男性が綺麗めな着こなしをする上では、欠かせないようなアイテムかなと思います。まあ、皆さんもですね、冬場であればチェスターコートだとか、まあ、ウールのステンカラーコートとかはお持ちだったりするかなと思うんですが、春に着れたりだとか、あとは秋ですね、この両方の季節に対して、 ラライトトなな、ね、なステンカーーコートはは着あってまず損いいかなと思います意外と3月ぐらいから着れて4月いっぱい5月の初旬もですねちょっと肌寒い時なんかにはサクッと羽織れるのでまあ1枚あると便利かなと思いますしあとは秋ですね10月だとか11月初旬ぐらいまではこのようなステンカラーコートを使えるのでまあ持っておくと便利かなと思います春らしいカラーとしては個人的にはベージュですねこのあたりが一押しで まあ今着てるものはグリーンレベルのものなんですけども他には417エディフィスですとかこのあたりにもだいたい1万円台前半からまあ後半ぐらいまでですねそれぐらいのレンジで買えると個人的には良いのかなと思っていますまあユニクロにも同じようなベージュのステンカラーコートあるのでまあ予算をなるべく抑えたいのであればそういったものをトライしてみるのもいいかなと思いますただちょっと色的に少しハードルが高いなと感じる方はネイビーだとかグレー系でもいいかなと思いますステンカラーコートではないんですがこのような ブルー系、グレー系なんかはですね、割と大人の男性には使いやすいカラーなので、ベージュのような色合いで春らしさを出すか、もしくはベーシックカラーで大人っぽく合わせるか、このあたりは好みでいいかなと思うんですが、あまりビジネスライクになりすぎないような少しリラックス感のある素材感ですね。まあそういったものを選んでもらうといいかなと思います。まあせっかくなのでこのようなちょっとネイビーとグレーが混ざったようなカラーですね。こういったものを着るとどんな雰囲気になるのか、ちょっと着替えてみたいと思います。 はい、ということで着替えてみました。どうでしょうかこちらは僕のブランドのですね、体力券コートという商品なんですが、同じようにサイズ感としては少しゆったりめに仕上がっていますね。まあ、色合いがブルーとグレーを混ぜたような色合いで、最近はですね、ネイビーのようなすごく濃い色というよりは、少し明るめのブルー系のカラーというものが、ステンカラーコートでも増えてますので、まあ、そういったものを取り入れてもらうと、今年らしさが出たりだとか、あとは春らしい雰囲気になるので、まあ、ぜひですね、濃いめのネイビーより は、少し明るめに振ってあげるのも、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ベージュのコこトに比べると少しですね。色が引き締まるので、まあ、スタイルがよく見えるのとよりこう。ベーシックで大人っぽく見えるというところで違いが出るのかなと思います。まあ、コートの色はベージュ派なのか、ネイビー派なのか、この辺りはお好みなので、ま是、あ、非皆さんも気に入った方をですね。チョイスをして選んでみていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、春アウターのおすすめなんですが、僕が今着てるような、短丈系のアウターですね。まあ、このようなジャンルが僕はですね、大好物で、結構クローゼット開けると様々な種類のものがあるんですが、このあたりは動きやすいし、ラフで、なおかつトレンド感が漂うので、まあ、一枚あると便利かなと思います。まあ、ステンカラーコートもいいんですが、どうしても竹の長さというところがあると、ちょっと動きづらいっていうのが正直 時期ありまして僕は子供2人いて公園なんかで遊ぶことも多かったですのでまあ、ちょっとしゃがみづらいっていう問題があるのであまり外遊びをするようでは着ることはないんですが一方でちょっとラフに着るのであればこれぐらいの丈の長さが非常に便利かなと思います今僕が着てるのはシップセニーの去年買ったものでショート竹ブルゾンですねこのあたりはすごく使い勝手が良かったですねまあ、今季もですね継続で作っているのでまぜ、あ、ひ皆さんもチェックしていただきたいんですが竹見 短めなんですけども、お尻の半分ぐらいまでは隠れるので、そこまでカジュアル見えしすぎないっていうところが個人的に気に入っています。まあ昔からあるタイプのブルゾンタイプなんですが、まあこういった肩のラインを落としていたりだとか、身幅もちょっとゆとりを出したりだとか、まあ現代的にアップデートされながらのアイテムなので、これなんかは使い勝手非常にいいかなと思いますね。まあちなみにですね、皆さん気づいてると思うんですが、先ほどのコーディネートとベースは変わってないんですね。内側にはストライプの バンドからシャツ着て、ボトムスは少しだけゆったりめのですね、センタープレスの効いたスラックスタイプですね。で、足元はニューバランス履いてるんですが、アウター変えるだけで全然印象が変わってくるんですよ。僕は手抜きのコーディネートが好きなので、あんまりベースをいじらずに、アウターだけ変えるというような着こなし、よくやるんですが、まあそういった形で、このようなベースさえ作っておけば、結構簡単に横展開できるので、まあ1枚あると便利かなと思います。まあこのようなブルゾンタイプもいいかなと思いますし、他にはですね、今季のグリーン レベルのこのデニム地のですねコーチジャケットこれもねなかなか雰囲気良かったのでちょっとこちらも着てみたいと思います はい、気合いてみました。どうでしょうかこれまたですね、なかなか気に入っているアイテムなんですね。先日ですね、グリーンレベルさんの店舗でビフォーアフターやりましたよね。皆さん見ていただきましたでしょうか結構いろんな方からコメントいただいて、楽しかったって言っていただいてですね、個人的にも嬉しかったんですが、そこで田中さんに着ていただいたのがこちらのですね、デニムのコーチジャケットなんですね。あんまりも良かったので、僕も私物としてこれ活用してるんですが、まあ、このような形で丈短いようなコーチジャケットで、 でも素材感がデニムというようなもの。こういったものもですね、アプローチとしてはなかなか面白いかなと思います。内側にこういったストライプのシャツを入れることで、丈の短いアウターでも、割とカジュアルになりすぎないようなバランスが取れるかなと思うんですね。僕は身長164センチ、53キロと結構小柄なので、少しでもですね、足長に見せたい、身長高く見せたいという欲望がですね、ちょっとあるので、まあ、ストライプ柄を結構好んで着るんですね。まあ、こういった縦のラインを強調するものだと、割と スマーートににに見えのののでで内側にこうういいったもをを入れながらすすね短丈系のアウターを結構楽ししむようにしていますちょっと大人ストリート感があってなかなかいいですよね。これもちょっとゆったりめでサイズ M を選んでるんですが、なかなかですね、使いやすいアウターかなと思います。あともう一つですね、ご紹介したいのが、これよりもさらに着丈がちょっと長いパターンですね。いわゆるこう、バブアーのアウターのようなハーフ丈のアウターですね。このあたりも一着あると便利なので、まあ、お好みのものを着ていただきたいなと思うんですが、ちょっとこちら着替えてみたいと思います。はい着替 書い,てましたがいかか。がでしょうかこれまた個人的にめちゃくちゃ気に入ってるアウターなんですが、まあ先ほどのショート丈のアウターよりももう少し着丈が長くなるんですね。まあシャツの見える分量でわかるかなと思うんですが、お尻がすっぽり隠れるぐらいの丈の長さなんですが、まあこれぐらいが、まあバランスがめちゃくちゃいいなと思ってまして、すごく春先によく着るようなアウターなんですけども、こちらはバブワーというブランドとアンドワンダーというブランドですね。この2つがコラボレーションして作っているアイテムなんですが、 通常のバブアに比べると少しアウトドアっぽい雰囲気が漂っていてだけど色使いなんかはすごくシャープで個人的にはこれめちゃくちゃ気に入っているんですが、まあ、このようなですねハーフ丈ぐらいのブルーゾーンを着ていただくというのもすごくいいかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんねお好みのものでいいと思いますショート丈のチップセニーみたいなブルーゾーンもいいと思いますしあとはグリーンレベルのコーチジャケットですねデニム素材にすることでちょっと見え方の変化をつけるのもいいと思いますし今トレンド感のあるバブアですねこの辺りも結構オリジナルのバブア もすごくいいし他には別注バージョンのバブアっていうのが結構今いろんなところで作っていますのでまあ、気に入ったものを買ってみるのもいいかなと思うのでぜひ2つ目ですねこの短丈系のアウターというジャンルも皆さんチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いてラスト3点目はですね今僕が着ているようなナイロンジャケットですねシャカシャカ系のアウター これまたですね、春には欠かせないようなアウターの一つかなというふうに思っています。まあ、先日ご紹介したこちらですね、ノースフェイスのコンパクトジャケットってやつですね。ここにノースフェイスのロゴがついてるかなと思うんですが、まあ、これがまさにですね、春に一枚あるとすごく重宝するんですね。まあ、割とこう、コットンライクな素材感で、カジュアルになりすぎないので、割とですね、大人の男性にも似合いやすくて、まあ、サイズ感も少しゆとりがあって、今っぽい形でアップデートされてるので、 まこれが1枚あるとすごく大人の男性には便利かなと思います。先ほどのショートからハーフぐらいのアウターと、まあ、素材感的には少しスポーティーなので、まあ、さらにカジュアル度は上がるんですが、まあ、僕はですね、このような白系のパンツですね、まあ、今季はちょっとトレンド感があってすごく合わせやすいかなと思うんですが、まあ、このようなものと合わせながら上下でコントラストを高めたような着こなしなんかをしてあげると割と小綺麗に使えるかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。 まあこのジャンルも僕は大好きで、もういろんなものを今まで買ってきました。例えばですね、ちょっと前まではこのようなアークテリクスですね。 皆さんにもよくご紹介してきましたが、最近ちょっとレアで手に入りづらくなってきてるので、なかなかおすすめしづらくはなってるんですね。あとはアンドワンダーというブランドのもの、これもですね、気に入ってよく着てるんですが、ちょっと高いんですよね。両方ともそれなりに価格いってしまうので、なかなか現実的ではないかなと思うんですね。まあその点ノースフェイスというのは、ブランドロゴに一定の認知度があって、 なおかつ、価格的にも1万円台前半とかで買えるので、割と着こなしの中に取り入れやすいかなと思います。先ほどご紹介した2つのように、都会的なアウターよりも、もうちょっと外遊びに特化したものがあるといいなという方は、このようなシャカシャカ系のナイロンアウターは、あるとめちゃくちゃ便利だと思いますね。 今白パンで合わせてますが、もうシンプルにブラック系の細身のデニムなんかで合わせてもらっても非常に相性がいいかなと思います。まあ、先ほどから僕はニューバランス一辺倒で履いていますが、まあ、ナイキのスニーカーだとか、コンバースのオールスタークップだとか、そのあたりとかでも相性いいので、まぁ、あ、一着あるとすごく便利かなと思います。 まあ色に関してはブラック系が合わせやすいんですが、まあこちらノースペースのコンパクトジャケットだったらちょっとオリーブっぽい色合いのものがあって、まあそういったものだとブラックとのパンツの相性が非常に良かったりするので、まあそういった色も含めてこういったナイロン系のジャケット、春のアウターとしてぜひ皆さんもご検討いただければなと思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画ではですね、大人に欠かせない春アウターベスト3というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもベーシックで使いやすいものが多いかなと思うんですね。まずは着丈の長いですね、ステンカラーコート系ですね。まあ、このあたりは大人であれば1枚持っておいて損がないもので一番綺麗めに見えるアイテムかなと思います。一方でちょっと丈の長いものだと動きづらいんだよなという方もいらっしゃるかなと思う でまね僕自身もですね、一応2児の父で、割と休日なんかはフットワーク軽くですね、動くので、そうなると、竹がもうちょっと短い方がいいかなということで、ま二、あ、つ目、短丈系のアウターですね。これも結構バリエーションが多くて、かなり短めのものから、まあ、ハーフ丈ぐらいのものまで選択肢があるので、まあ、気に入ったものをですね、チョイスをしていただきたいなと思います。また、もっとスポーティーに過ごしたい方には、ナイロン系のジャケットですね。このあたりも、やっぱりあると活用できるかなと思うので、まあ、皆さんのですね、ライフスタイル ににあっったたりだだととか、まあ、個性に合うものを選んでいいければなと思っています、まあ、ちなみに僕はですね、3種類とも気に入っていまして、まあ、それぞれシチュエーション別に使うと、様々な着こなしが楽しむことができますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもですね、一つの固定化された着こなしだけではなくて、それぞれのシチュエーションに応じながら、日々の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、メンツファッションの今日もですね、わかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、 コーーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に4本のオリジナルの動画を作っていまして、そのうち1本はですね、ライブ配信を行っています。皆さんのご質問に直接お答えしながら、ワイワイと楽しむような、そんなですね、動画も作っていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段ですね、なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンっていうものもやっています。 の方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説なんかを行っていましてだいたい一記事あたり1分ぐらいで読めるような分量になっています僕も1日ですね2回記事をアップしていまして、まあ、僕以外のスタイリストだとか専門家の方が投稿してくれたりだとか あとはですね、参加者の皆さんも記事を執筆することができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しむようなコミュニティになっています。こちらも気になる方は、概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。